9月9日、政府は長崎県に発令していたまん延防止等重点措置を9月12日までで解除することを決めました。これを受けて長崎県下全域に発令されていた長崎県独自の緊急事態宣言についても解除されることになりました。9月13日からは飲食店等に対する時短要請、終日の酒類の提供の自粛などの要請も解除になります。それでは感染防止のための行動を一気に緩めてしまっていいのでしょうか。全くそうではありません。まず現在の長崎市の感染状況について説明します。このグラフをご覧ください。長崎市の新規感染者数の推移を示したグラフです。左側が第4波、右側が第5波です。棒グラフが毎日の新規感染者数、折れ線グラフが1週間の新規感染者数ですが、これを見ると第5波はすでにピークを過ぎて減少局面にあります。これはお盆前の早い段階から観光施設を閉めたり、市民の皆さんに外出自粛を呼びかけたりと、積極的な感染拡大防止策を取ったこと、そして市民の皆さん、事業者の皆さんがそれに全面的に協力してくださったおかげです。本当にありがとうございます。これから市民生活を少しずつ取り戻していく時期に入りますが、実はこれから9月いっぱいが長期に感染を抑えるためにとても重要な時期になります。こちらをご覧ください。これは9月10日に長崎大学が発表した今後の感染者数の予測をイメージ化したものです。もし今、まん延防止等重点措置が解けたからといって、感染対策を急に緩めて生活すると、10月にはこの赤い波のように感染者は瞬く間に増えてしまいます。そうならないためには、9月いっぱい、人との接触をできる限り避けるなどの慎重な行動を続けていくことが必要です。それが実行できれば、10月に入っても、この青い波のように感染の波が大きくなることを抑えられるだろうということを表しています。これまで長崎市では、長崎大学が示したこのシミュレーションに従って、感染防止の時期を見極め、対応してきました。そして市民の皆さん、事業者の皆さんの協力によって、おおむね目指した結果を出してきました。今回も急に行動制限を緩めることなく、9月末まで感染に細心の注意を払いながら、徐々に日々の活動を取り戻していくことで、この青い波のように感染を抑えていきたいと思います。そこで、市民の皆さんにお願いがあります。引き続き不要不急の県外との往来は自粛してください。会食はできるだけいつも一緒にいる家族で取るようにしてください。会食の場合は感染対策が徹底されたチーム長崎セーフティー認証店をご利用ください。合わせて飲食店の皆さんには認証制度の取得をお願いします。家庭内でも感染対策をしっかり取ってください。ワクチンを接種できない年齢の子どもたちを感染力の強いデルタ株から守るためにも、自分と周囲の人を感染から守るためにも、ワクチンの積極的な接種をお願いします。繰り返します。第5波はまだ完全に収束したわけではありません。急に緩むのは危険です。9月いっぱいは人との接触の機会を減らし、慎重な行動の継続をお願いします。